はい、えー、続きましてですね、えー、紹介したいのは、髭の長いロウソク足です。えー、私はですね、えー、このように上髭。 下髭というふうふに言っております、えー、上ひげ、えー、このように、えー、高値が非常に大きくなるもの、えー、下ひげ、えー、安値が非常にですね、まあ、このように長く下落をするもの、まあ、これがですね実体部分と相まってですねこのような形になっていくわけなんですね。でこのようにですねこの赤い矢印上昇はしていきます上昇していきます。 逆にこの青矢印どん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 下がっていくんですがどっかで下げ止まって今度は勢いよく戻ってくるつまりここで何を意味しているのかというともうここでは買う人が少なくなった。 こちら側では売る人が少なくなったということを表しています例えばですね上昇がずっと続いていて自分は買えないでいるなんとか買いたいんだけどなかなか安くなってくれないんで指を加えてその上昇を見ているといったときにどうしてもここで買わないともっと上に行ってしまうんじゃないかと思うわけですね実は世の中そういった投資家いっぱいそういった局面でいるわけです取り残されている人がいるわけですねそしてもうここで買わないと といっってて一斉に買いが入ってきますでこのまた上昇を見てさらに買いが加速してってでもあるところの天井をつけてからですねもうここまで来ると買う人がいなくなってどん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 売りが増してきて戻ってしまうつまり高いところでこうした上ヒゲの長い線が出たら、えー、天井の可能性があるつまり今までと逆の方向に行く可能性が出てくる逆に今持っている通貨がですねどんどん下がってくる。 どうしようかどううしようか評価損が増えていってるでも明日になると止まるんじゃないかと思いながらもまた明日は下落をしていく。 でどんどん評価損が増えていく中でもうこれ以上持ってたら私は大変なことになると思ってですね売り始めるそうするとやっぱりそこまで我慢してた人っていうのはマーケットたくさんいるわけですね売りが売りを呼びどん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 下がっていきますでもそういった人たちの売りが全部消化されてしまいますと今度は逆に買う人が優勢になってぐっと戻ってくる。 つまり下ひげというのがですね下落の下根の近くに出るとやはり底根が入って逆の方向に行く可能性があるということになります。えー、つまりですねこの上ひげ、下ひげこのひげの長いですねローソク足が高根近辺ないしは安根近辺に出た場合にはですね相場の流れが変わる可能性が高いというふうに考えていただければなという,ふうに思います。